お前が先手だ。はい、それでは十分主義実況やっていきましょう。よろしくお願いします。勝率 100%、 頑張るぞ。悩ましい端歩、相振りしてくる感じですかねと思ったら居飛車だった。試験飛車、まあ普通に組みましょうか。まあ、端ついてるんで普通の美濃囲いでやっていきましょう。美濃囲い、穴熊っぽいですね。慎重派の駒組み、高みの囲い、端歩突き穴熊じっくり組まして戦う方針でいってみましょう。銀冠無理、まあ銀上がって足は挨拶しておきます。1、2、3、4、5、6、どうしようかな。銀引いてみようかな。1ついて、まあ、飛車は回ってくる展開と銀を引いてくる展開とどちらもあります。1、2、3、4、5、6、7、まあ銀立て直して、どうしようかな。角引いて使っていきますか。1七桂とかもねあるんですけどね、どっちがいいかは悩ましいところ。1、2、3、4、まあ飛車引いてバランスよく組み立てたいところ。引きつけて固めましょう。まあ同等の殴り合いはさすがにこちら悪くなるので特歩いるとこですね。言いながらいきますか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、7が効くかなこれ。まあ4五歩と取ったら同桂取った時に、まあ、飛車にね間接的に当たりますよっていうことが言いたいんですけど、5、6、7、8、9、いや分からない、どっちがどこだったんだろう。苦戦にしてになるかな。3ローマだと5、6、7、8、9、しかし変わる手も難しい。取るのはちょっと形を決めすぎだし、4六歩叩かれる筋が将来的に気になるんですけど、まあでも取りますか。1、2、3、打ってそっち引くんですね。3三で固めてくるかと思ったんですけど、5、6、7、ちょっと端突かれるとややっとほしいので角を引いておきます。まあ、一歩交換された形と見るのか拠点を作ったと見るのかっていうところでちょっと判断が分かりそうですね。ちょっと当たり強くなるけど銀上がって4六銀型を作りますか。こちらの方が将来の攻めには効くし、角のラインから、まあ、銀を逃げることで、まあ、切られてね暴れられるっていうのをちょっと防いとこうかなというそんな感じですね。まあ、突きは取りましょう。もらえると端攻めが厳しいのでちょっとありがたいように感じますけど、1、2、3、まあ歩突きますか。ちょうど地下鉄でかつこのラインが通ってるのでこれは狙っていきたいところですね。1、2、3、4、5、歩打ってこれはなんか刺さってそうですけど、香車走って単に桂成りは受けられちゃうので、なるほど。ただこれ飛車をさらに援軍を送ると2五桂だと相手玉詰んじゃうので、銀出ますか。じっと圧力かけて向こうから取らせたいんですよね本当なら。1、2、3、受けましたね。4、5、
6、7、8、さすがに買い取りますか。全部生産すると1に強で最後飛車が死んじゃうので、その瞬間が決め手になるように刺す必要がありますね。まあ、突き出しますかね、とりあえず。これは拠点として非常に大きいので取りたい。なんとかしてうまく取りたい。まあ、でも4号桂取って向こうから強打れると痛いので、ここは急所ですね。うん、引きましたね。ちょっと足し算しときますか。将来4号に強打れる傷を消しながら力を貯めていく感じ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやー、ちょっと見えなかった。これ 1,2 歩でちょっといまいちですね。3、4、5、6、7、この辺で1歩補充しておきますか。まあ、単に手が見えないんですけど、まあ、9,7 角とね、どっかでやれる手が入ればだいぶ良さそう。3、4、5、6、7、ちょっと伸ばしていつでもまあ取れるので、1、2、3、4、5、打つ手もありそうだな。まあ、1回なりますか。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いやー、83時かなと思ったんですけど、さすがにちょっと取り合いはよろしくないですね。ちょっと変なことしてるな。5、6、うん、変なことしてる。角をわざわざ止めて、1、2、3、これはよろしくないですよ。1、2、3、ちょっと小技を使っていくしかない。こうしておけば9三歩取った瞬間一瞬こっちだけ駒得してるのでっていう考えですけど、桂打っても玉寄られた形が意外と硬いですかね。4、5、6、7、8、こっちから行きますか。ちょっとおかわりして、この4三の地点猛烈に駒が効いてて硬いので、できるだけこれを相手にせずに飛車をいじめていこうと思います。理想は1段目に香とかを並べて、最後ね、この左側の壁を相手にせずに詰ましに行くというのが理想ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。これはどっちで取るんだろう。そっちね。発射打つ手もある。5、6、7、8、発射打ちますか。1、2、うん、まあ桂なっていって、1、こんな感じでペリペリ剥がしていきますか。1、2、これはさすがにちょっと1回取らないと。1、2、3、4、5、嫌なとこ来ますね。7、8、9。あ、わからない、そこから打った。1、2、系統の銀、ちょっと拠点を作られるのは非常にまずいので、2、3、4、5、6、7、8、9。あー、ちょっとまずい、これはあんま良くない。角から来て拠点を残されるパターンは負けになってしまうパターンなんですけど、1、2、3、4、5、6、7、ちょっと分かんないけど、とりあえず4一竜行って、だこれ5一金で飛車を殺されるパターンも出てきてるので、うん、殺しに来ましたね。3、4、5、6、7、8、9。あ、これはどうだ。1、2、3、4、微妙に駒が足らない。5、6、7、8、9。いや、いや、詰んでますか。うなり捨てて、うん、詰んでますね。よかったよかった。同銀に同飛車なり、同玉1四歩からね、金銀に回るんで詰んでますね。
ありがとうございました。よくぞこの厳しい戦いを乗り切った。見事だったぞ。恐縮です。はい、それではワンポイント解説やっていきましょう。こちらですね、銀を48から557、46と繰り替えた形になってまして、相手の角のラインから銀を下げつつ厚みを築いたというような局面になってます。相手は居飛車穴熊の堅陣なんですけども、まあ、位を取っていて、かつ8八の角が遠く居飛車玉を睨んでいる形となっています。で、相手の端攻めですね、これまあ落ちてるとちょっとうるさくなってくる攻めなんですが、ここで1五歩と突くのが急所の一着となっております。が同歩に2五桂と跳ねまして、3二金と上部を厚くする手にも1三歩と叩いていきます。この時に角が相手の玉を遠くに睨んでいる関係で、この2二の銀が釘付けになっていて動けないという手に注目していただくと、端を守っているのは2一の桂馬と1二の香車という、まあ、前に進むと後ろに戻ることができない駒ですね。この2枚のみが守っている形となっています。こちらは対して1九の香車と2五の桂で攻めていて、数の面では実質2対2なんですけども、6九の飛車に注目していただくと、この飛車が地下鉄飛車となって1九に回れれば、さらに援軍を送り出すことができるような形となっています。本譜は同桂と取ってこられたんですが、同桂と取っても同桂なり、同桂にここで9六香と歩を補充しておくと、次に9四歩とこちらに桂頭に叩かれる手を受けることが難しくなるので、これも居飛車が優勢となります。本譜同桂に1五香と走るのがポイントとなります。1四歩と打ってきて同香に3三歩と辛抱してこられたんですが、この1四歩は同香と垂らせることで1四に歩を打たせないようにするという技段になりますね。これはよく受けの手筋で出てくるので覚えておくと応用が効くと思います。ここで清算してしまうと、まあ、それでも優勢は優勢なんですけども、まあ、少しもったいないですね。ここでは1九飛車と地下鉄飛車から相手玉を睨む位置に移動する、これが実現しまして、まあ、振り飛車が優勢を確定させたような形になります。2五桂と桂を取りたいところですけど、これには1二香成がぴったりで居飛車玉が詰んでしまいますから、かといってこの1三の地点には現在3枚振り飛車が駒を利かしている形になっているので、端を破るのがほぼ確実にできるという形になってまして、振り飛車優勢となりました。少し進みまして、1三香成に同銀と取ってきた局面ですね。こちら同飛車成と取りたくなるところなんですけども、それには1二香と打たれて、まあ、竜が行き場がなくて死んでしまっているので、まあ、少し紛れてしまっていますね。なのでここでは4四歩とつきまして、4二金と引かせて4五桂と打ってきました。これは居飛車の玉が左辺にどんどん逃げていきたいと考えているところなんですけども、これを右から追っかけていくとどん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 逃げられて、なかなか捕まらなくなってしまいます。玉は包むように寄せよという格言にある通り、相手が逃げ出しそうなところはにあらかじめ攻めていって、まあ、逃げにくい形を作るというのが寄せるときの基本になってきます。本譜も4六香と4三の地点に狙いをつけた時点に対して、今度は3一桂と打ってきたので、今度は左辺が壁になったので、こっちを攻めると硬いので、まあ、右辺に注目して、まあ、右に攻める。右へ左へと、どんどん揺さぶって攻めていくと、相手が受けにくい形になってますので、まあ、こういった風に寄せていくと分かりやすいかなと思います。本譜もこの後、まあ、少し進めていきますと、まあ、少しこちらにも小ミスは出たんですが、まあ、左辺を攻めつつ、最後は、血筋から強襲しての罪となりました。こちらでの投了でしたけども、同銀と取る手に
同飛車成、同玉、1四歩、逃げる手に、1三銀取って、並び詰めで、即詰みとなっています。ちょうどこの、左辺の駒が、壁になってますね。まあ、将棋で、相手玉を寄せるときっていうのは、相手の玉のどちらかをですね、壁を作ってしまえば、その反対側から攻める、というふうにすると、非常に簡単に寄せることができるようになりますので、できるだけ相手に逃げ出しにくい形を作らせるっていうのを心がけておくといいと思います。それではこの辺りで解説を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。またね。